集まれ。ラブストーリー夜が、綺麗ですね。お前の語りで始まるんだよ、これ。みなさーん、誰の記事たものーただいまー。リアルな時間出すなぁ。<laughs> 収録時間バレるじゃないか、お前。<laughs> やる方の皆さんのためにはミッドナイト放送をお送りするだものさて本日のニュースはなんだなんと本日ふーたさんという方がバックステップ神島の仲間になりました誰だふーたってふーたって誰だああそうだったそんな話しよったわ生放送第2回で来るって言おうたなそうじゃそうじゃ来るって言おうたわ 協力いただきたいって言うてて基本的に俺だろうが協力する他のやつらが俺協力するとはか分からないからな俺俺がソス先生協力しないからなしないとあいつら何もしないからな俺が指示ださんかとわかんからな興味がある人はフードさんのテントを立ててあげてねそれじゃあ今日もよいバックステップの神暮らしよ <laughs> 神暮らしのアリエッティやからな神暮らしのアリエッティの話だからな ここか。あれ思ったよりテント大きくなかったな <laughs>。広いスペースとルケもうちょい大きいテント張るんかなと思っとったら、そんなに広い、俺と、俺のテントと大体同じようなサイズだった。ーうーランキングフータはは <laughs> <話し>、ははにめまして。わたくし、ふと申します。バックステップル神島の生態系に興味を持ちまして、調査のためにやってまいりましたー。もしあなたは、 決めてくださった切なキャスクさんですかそうじゃそうなんです俺が決めたんですセンスいいとこに立ってましたよねやはりそうでしたかやはりおかげさまで文字移住することができましためっちゃ花咲かせるフローラルの香りしてるやんお前 <laughs> ボールド使ってんのかお前調査のためとは申しましたが私この島に博物館を建てて延住する決意で 思い切ったな <laughs> この島と生涯共にする気なんじゃんお前この島でおるんだったらな俺には絶対服従やぞお前何やってこの島の代表やけんな俺の決定には即即従ってもらうからな分かったかここでの島のルールは俺だ今後新種の虫や魚を発見しました際にはぜひこちらにお待ちください 博物館が完成した暁にはたるきちさん権威でお預かりした生き物を含めて展示いたしますのでちなみに肝心の博物館ですがこちらは少々問題がございましてどうした役場が許可をおろ出してくれないのかどうやら開花の許可をもらうためには展示品の数が足りないようなのですそりゃそうやな展示品少ないのに何が博物館やねんって話になるもんな 少し前まではとりあえず箱だけ作るなんのことも一応さ感じだったのですが最近はさすがに厳しくなったようでうん <laughs> 今日。法律とかあるからな法律とかそういう厳しいものがありますからね今日。もうようわからんのやけどちなみに私のプランとしてましては虫と魚以外に化石の展示室も作りたいと思ってるんですよね工作にもちゃんんと化石ってあるんやな。 ニンテンドーさんの他のゲームでね、化石と化石をガッチャーコしてね、絶対それ違うよって動物食い出すような人おるからな。お前はそんなんじゃないだろうな。見たところ、黒島には川の向こうにも土地があるようですが、ああいう未開拓の場所にはロバート化石があふれていると私は お前さなんか夢の国のネズミみたいな喋り方してるなさきからさきから来た島へ手に入る木材を集めておがい高飛び棒に加工すれば棒高飛びの容量で顔をこえられるはずですお、すごいねプルートすごいね化石を掘り起こすに必要なスコップの作り方を教えて DIY 用のレシピを作りましたので もしよければ川の向こうに化石を探しに行ってみてくださいこれでようやく川の向こうに飛び越えれるんじゃおっとごはんはだけのつもりがすっかりはしこんでしまいましたとにかく博物館を建てる許可を得るには展示品があと15数じ必要なので既存のご協力をお願いいたしますです了解したワンちゃんをまらせなに乗って向こう側に行くって手もはないんじゃないあるんじゃないですかねいいじゃん。 おい、背中とずろ背中とずろ背中どずろ背中。来たで、たぬきち。DIY のレシピが増えとるはずなんじゃ。棒が欲しいんじゃ、棒が。これ。わあ、欲しい木材があと1個だけ必要だった。斧でちょっと切ってくりまーす。メスソローメスソロー

高飛び棒ができたーってか言いながら見せつけているこれは工具箱。よいしょよっしゃー来た <laughs> ようやくこっち側これたぞ、おい。花がめっちゃ咲いてるな。なんかあるかなこっち特別何か。めっちゃ花咲いてる。海岸があって。 宿カり。あ、逃げられた。<laughs> 宿カりも捕まえて寄贈できるんかなあれって。見かけたら捕まえるようにしよう。来たぜ。えーっと、スコープ。よーい。来た高石だあもうナイトだー知らんけど。イえちょっと、もう一つあった。 えい何の化石かもポケットいっぱいポケットいっぱいおっぱいおっぱいポケットいっぱいおっぱいおっぱいだわおっぱいおっぱいえっ、ー、とガイいらい待てよガーってあれやなまだ寄贈したかったないる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 骨が骨が夢だ <laughs> 来たでー化石持ってきたぞーはい寄贈しまーすこれでーす化石ーおおめっちゃテンション上がってるやんこいと <laughs> この袋めっちゃテンション上がってるやんお前これはわけでもない化石ではありませんかおほっ

ディノニックスって何だそんな恐竜いるの初めて聞いたぞディノニックスってそんな恐竜がおるんじゃなんか肉食の恐竜っぽい名前やけどなんすかねそれ頭があればオープンに向けて大きく一歩前進できるもう別にいいけどさお,およろしいんですかでは子供に甘えていやあぶっか ディノニスクスの噛むな俺滑舌悪いからそうディノニクスクって名前かんじまうんだよなやめてほしいなそんな名前つけるのよもうちょい噛みにくい名前い急いでるんでやめておきますわいいっすそういうエースそういう雑学を披露してドヤ顔するのはやめてください俺そういう人間嫌いなんすどうしたん化石もそうでしたが 俺を起こした直後の化石は、専門家によって鑑定士なんて正体がわかないものなのです。ご、ごしょ、アホなんじゃ。オッケー。もう一つあるんじゃ、化石。もう一回お前のテンション高上げてやるわ、お前。ハート出しやがったな、お前。どうせ化石持ってきたんでしょ、う、みたいな感じで思ってるだろうな、お前。確かに持ってきとるけどさ、ってあれあれ これはこれはこの化石はポン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 だよ。化石続きまきようけど、化石が全然出てきてくれないんだよ。ポン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 しゃあない。ガー渡しとこう。ヒガーああいえ、なんでもありません。露骨に悲しむな、お前。露骨にちょっと残念がるな、お前。化石じゃなかったからって、お前。 今日の、ショッピングタイムまずは、残飯勝利。なんかこれ、段ボールまだあったんか。段ボールまだあったんか。誰も、回収の業者が来ないよ。ここに無人島だもの。回収の業者が来ませんね。ワクワクさんとかだったら、これから何か作るんでしょうね。さすが介すけさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか品揃いを見せてくれ。 で何これ工具箱あここに来て工具箱とかあるんでダンボールお前いつも売ってるなお前これレギュラーなんかダンボールレギュラーなんかそれとも隣でダンボールがあるけどさそれを使い回しとか商品として使い回してんのかお前うん雑貨は特に変わらずか 工具箱は別にいらないわ。だってさ、DIY で何か完成させたら、大体鉄の工具箱ババーンって見せびらかすやん。わざわざこっちの工具箱買う必要あるんかなって思ってしまうわけですよん。ADM!80 マイル獲得。 ショッピングがね、通販を。これ、毎日ちょっと確認しておきたい。フラビンゴがある。はは、こんなんもあるんじゃ。これ、8体、8体とか7体揃えたら、白雪姫になるんじゃねえか。ニンテンドの帽子とか、いろいろあるんやな。

あだ <laughs> こっちがギダイワワタシはジョニーしかない船乗りなんですけどおや,おやもしかするとあなた私を助けてくれたのですかえごめん、俺虫取り網で四回ぐらいとおそいたな Oh my g o シュ んということでしょう命の王子に失礼な態度をとってしまいました。どうかお許しを。内分私は今、とても混乱してまして。というのも、私乗っていた船から自ら身を投げたのです。まあ、寝ぼけてたんですけどね。でももう大丈夫。今は便利な時代ですから。これさ、あれはあいつでもどこでも助けを呼ぶことができます。ほ当に ほら、この通信装置さえあれば。でうオーマイゴーシュなんだそのゴッシュって誰だ私の大事な通信装置が壊れちゃってます。バキバキに割れて通信装置のパーツがほとんどなくなってます。みんの負けです。これでは私の仲間が見つけ出してくれるのをただまずしかありません。しかしそれでは一体い,いつになることやろう その前にお前が焼き鳥にされて食べられると思うなおていうか俺が食べちゃいますけどねってね親切なあなた私の通信掃除のパーツを探してくれませんかめんどくさいからやだあ,あこれが噂に聞く都会の荒波なんですねそんなこと言わずにお願いします なすは人のためならずっていう戦地のこともあることですし通信掃除のパーツはおそらく砂浜に埋まっていると思います数は5個5ほどあれば多分大丈夫ですいいよって言ってないのに何お前くぼしく説明してんだお前は仲間たちがきっと私のことを探して待ってるはずなのでえ多分お前のことを忘れてみんなで麻雀やってるんじゃないですかね 私は船を見逃さないようウォッチングしていまーす。パース探しの方はお任せするのでよろしくお願いしまーす。お前話聞いてたか嫌だって言ったよね嫌だっって言ってたろお前。嫌だって言ってたろお前。海岸って言われてもさ、そんなわかるもんなんこれ。あ、なんかある。なんかあるで。瓶。なにこの瓶。 あ、これってもしかして前生放送で手に入れたようなやつじゃメッセージボトル !DIY のやつきたー見てくださったあなたへ読書が大好きで私が今読んでいる物語をイメージした DIY のレシピを考えたんです。みんなにも教えたくなったのでこういう形でお伝えいたします。材料があればお試しください。なんだかロマンチックですね。 ベーグル、ベーグル、絶対美人な女の人だ。机やテーブル、そんなんがあるのが。部品はもしかしてこれスコップでさ、前々から思っとったけど、この、 背中からピュッピュッって水出したやつ、スコップで拾えるんじゃないスカあれーあれー通信装置のパーツだっただ <laughs> から動物かと思ったね。貝でもおるんかなと思ったね。通信、<laughs> パーツで出てきたね <laughs>。え、パーツから水がピュッピュッって出よった。<laughs> サンドダラアいらん。 あピュれるやつあれ来たーあさりだったんやこれはミピューの持ち主あさりだったんやえまあついぞアップデートかもしかしてこれ。